黒子哲也と言います。あなたたちと戦うチームの選手の一人です。なぜ猿がバスケをするなとかあんなことを言ったんですか。あなたたちから見たら僕たちのバスケは猿のように拙く見えるのかもしれません。これそうだとしてもなぜやめろと言われなくてはならないんですか。バスケをするのに資格なんていらないはずです。てめえらうちのチームメイトに何してくれてんだよ。どうやらお前らが明日の対戦相手らしいな。知ったマシナサルが出てきたじゃん。でもまあ関係ねえか。もう読んだろここでよ。お前のことだ。選手ならば決着はバスとでも言うな。はい、お願いします。なんだそりゃ。わざわざくだらねえこと言いに来て蹴りもらってそのまま帰る。まぬけな上腰抜けか。だからサルなんだよ。やめろ。